はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリンです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日は間違い探しクイズの回答編になります。で、先ほど、ゲットさせていただきました太鼓を叩く仕草ですね、情報いただいた方どうもありがとうございます。無事にゲットできましたです。いいっすね、太鼓。私、太鼓って和太鼓だと思ってまして、あれと思っちゃいました。まあ、これも和太鼓なのかな。ほら、もっと男の人がこうガンガン叩く和太鼓あるじゃないですか。あれをイメージしたんですけど、ちょっと意外でした。なんか昔のちんどん屋さんみたいですね。ちんどん屋さん知らないかな。ちんどん屋さんね。はい、ということでね、行ってみましょう。今回変えた3箇所ね、入ります。非常にね、簡単なクイズだったかと、思うんですけども、全部上だったかな。まずはですね、これです。ヒストリカの像。これをね、ゲットしたのでね、これ本当欲しかったんですよ。で、これをね、置きました。これね、なんか携帯の方の、なんだっけ、福引きで、なんとかっていうのを集めていくと、300個集めるとね、交換することができます。何集めるんだったか忘れちゃった。何か集めていくんですよ。6等以上ぐらいでもらえる商品の中でね、景品の中で300個集めるというね、結構大変なんですよ、300個集めるのね。それをやりました。あとはこれ、キャンドルお化け、これを置いた気がします。あとは、これなんかできるのかな。あ、動かすと片付けるしかできないですね。魔女の釜。この3つですね。非常に簡単でしたね、今回はね。で、正解者の方にはですね、それぞれの正解数に応じまして、まあ、今回ね、1個、2個しか当たらなかったって方はいないので、全問正解の方にですね、それぞれ、プレゼントの方をお送りしたいと思っております。ご応募いただいた方は、もうしばしお待ちくださいませと。景品は何が届くかはお楽しみでございます。で、今回次にやりたいのがですね、このタロットテーブル手に入れたので、これをちょっと設置しようかなと思いました。タロットテーブル便利ですよね。家でできるんだよ、タロットが。いいじゃないですか。どこに置きますかね。そもそもタロットテーブルってどんなやつなんだ。あ、割と小さい。意外と小さいですね。この真ん中に電灯置くのもありかな。邪魔か。後でどかすかもしれないですけど。邪魔か。寝床に置く。こっそりタロットをする。悩みますね、配置はね。階段の途中に置く。あ、ここに置くのもありか。うん、どうしようかな。このまま2階にも持っていけるんですね。バーラーズさんも悩んでおります。知らなかった、こんな悩み方のポーズをしてたんだ。知らなかったわ。ここに置いたら怒られそうだしな。とりあえず真ん中に置こう。向きは変えられるけど、あんまり意味がないですね。
もしここでタロットができるようになったぜ。これってあれですかね、他の人もできるのかな、自分だけですかね。いいですね、タロット合成前回の動画でやりました。でコメントいただいた方どうもありがとうございます。すでに読んでおります。お答えはしてまだお答えしてませんけども読んでおりますです。でバダルさんのレベルは相変わらず変わってないので、さすがにね、この装備のバダルさんを借りる方は誰もいません。あの運営様の方でも借りるっていうのがありませんので全然レベルが上がらないですね、ほっといても。なので、自分で鍛えていかないといけないですね。まあレベル50になったら装備を変えて新たな第1話の続きをやろうと思っているんですけども、すでに第2話の配信が木曜日だよという情報がもう流れてきているので急がないといけないですね。まあちょっと裏で鍛えながらやっていこうかななんて思ってます。ということで今回は、間違い探しクイズの回答編でした。それではですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。